ハレルヤ。ハプシバサンビチームとホサンナ歌隊の力強いまた美しいサンビ、感謝いたします。2020年度くらい闇のような年ではありましたけれども、今日美しいサンビを通して神様の御言葉の光が、また恵みの光が私たち皆さんの上に、 えー、力強く明るく照らされることを主のびなもて祝福いたします。祝福を、えー、分かち合うことが、えー、いいわけですよね。新年、皆さんよ、隣の人と挨拶をしてみたいと思います。えー、左右におられる信徒の方々と共に挨拶しましょう。明けましておめでとうございます。祝福を受けてくださいと、えー、挨拶しましょう。<laughs> ありがとうございます。 2021年新年、このように最初の時間、神様の前に<や>礼拝を捧げるために来られた皆さん、また、ここに来ることはできず、インターネットで礼拝を捧げておられる皆さんに、神様の祝福が旅でに与えられたように、 どこに行くにしてもすべてにおいて勝利する恵みが与えられるようしのめらまた祝福します2020年はとても苦しい、えー、年でした最悪の年だったという人も多くいるわけですけれどもその年が終わり神様が私たちに新しい一年を与えてくださいましたしかし その年が終わったからといって、年が過ぎたからといって、すべての、えー、苦しみや悩みがなくなったわけではありません。コロナのウイルスもまだあります。新年を迎えたからといっても、変わることはありませんよね。また、えー、ウイルスのワクチンが出たと開発されたといっても、まだ私たちに来るまではまた時間がかかるわけです。 ですからカレンダーを1枚めくって、2020年から2021年に変わったからだといって、すべてが解決されるわけではありません。私たちに重要なのは、この年を新しい心、新しい覚悟を持って、新しい出発をすることが重要なわけです。 しかし、いくら私たちが決心するかといっ,っても、神様が神様私たちと共におられなければ、また助けてくだされなければ、私たち一人一人、各自の力では何もすることはできません。私は今日、サムエル家、8章、1節から6節を見て、えーえー、行くところで勝利を与えられるという題名で見言葉を語,る語りたいと思います。 すべてその行くところで勝利を与えられると。旅では今日の本部を見ると、すべての敵を敵に勝って勝利をしたと語っています。その記録されているこの順序を見ると、東西南北すべての敵に勝ちました。西にいるペリシテという 国とも勝ちまましたねまたね東側のモアブという国にも勝ちました。また北側にあるアンモン、ゾバ、また南にいるエドムとも戦って勝ちました。ですから東西南北、四方の全ての敵を打ち砕いたわけですね。 そうやって勝利することができたのは、ダビデの力が強かったからだけではなく、今日の本文を見たり、また今日の本文、サムエルゲ8章14節を見ても、えー、その理由について記録されています。ダビデがどこに行くところでも、主が勝利を与えられたと語っています。ダビデがどこに行くにしても、えー、主が勝利を与えられたと主がと語っていますね。 神様はこのような祝福をなぜダビデにくださったのでしょうか今日の本文、サムエル・記ン・ハッシュ一節を見ると、韓国語ではこの後と書いていますね。日本語も同じです。この後と書いています。これは、ある事件の後に、 ダビデが全ての戦争で勝利したということを語っています。ある事件というのが何かというと、今日の本文の直前にある300系7章の内容であります。7章を見ると、ダビデの契約を与えられましたね。ダビデは18節から19節を見ると、その契約の内容を。えー 見て感謝し神様の前に祈りを捧げましたそしてからダビデが全てにおいて勝利を得るようになったわけです神様がその契約を約束してくださったために契約をなされるためにダビデ,をダビデに勝利を与えてくださったわけですこのダビデの契約の内容を見てみると ダビデの子孫の中で一人の子供が出るんだけれども、その子を通して、ダビデの家と、また国を固くすると語られました。そしてそれは神様の御国となると語っておられました、ね。そしてその子供が神様のために宮を建てると。そしてその家と、またその国の位を固く。 そしてその土地から、えー、動かされることはないと長く、えー、保たれると永遠に守ってくださるという内容がこの旅でに与えられた約束であります。 司法の全ての敵から守ってくださるという約束がダビデの契約なわけです。ダビデのこの子孫、一人の子孫というのはイエス・キリストですね。そしてダビデの家と国というものはイエス・キリストがなされる、この地に与えられる神の国であります。そしてこの国というものは、 教会を通して今立てて今上げられていくわけですですからイエス・キリストを信じる皆さんがダビデの家とダビデの国の一員となったということです。その民となったということなんですね。私たちがダビデのこの約束を 受け入れるならば、私たちも同じように旅でに与えられた祝福が私たちにも与えられてどこに行くにせよ何にしようとしてもですね、全てにおいて勝利を得るそういう祝福が与えられるということを皆さん信じてくださいまず1つ目です大きな1つ目に勝利をくださる神様です勝利をくださる神様これは何かというとこの勝利をくださるのは神様だけであるということを表しています 今日,今日の本文のように、ダビデがどこに行くにせよ、勝利を与えられると語っていますけれども、このどこに行くにしてもというのは、ヤシャーというタイです。名です、えー。ヘブル語です、ヤシャ英語を見ると、NASB 聖書では、助けると、ヘルプと語っていますけれども、これはちょっと間違っている翻訳であります。NIB や ESV を見ると、 えー、ゲイブビクトリーと、うん、勝利をくださったと、えー、語っています勝利をくださったという翻訳があっていますね勝利をくださったと このヤシャーという単語の意味を見てみると、救い出す、また救う、勝利を与える、助ける、また保存するという、いろいろな意味があるんですけれども、このヤシャーというのが、えー、聖書では多く使われています。そして重要な単語でもあります。なぜならば、このヤシャーという単語から、えー、出た名前が、イエシュアです。イエシュア それがイエスなんですねイエ,スイエスという名前がヤシャーという名前から出てきた単語でありますまた1章21節を見るとイエス様の名前の名前をですね己の民をそのもろもろの罪から救うものと語られましたイエスという名前が救い主という意味なんですねこのヤシャーという単語のその意味の中に入っているのが何かというと自ら ある敵と、えー、戦って勝利し、自らその問題を解決するように助けてくださり、また教えてくださるという、えー、意味がこのヤシャという単語の中にあります。ですから外から外見から見ると神様が見えないわけです。神様が助けてくだされないように見えるかもしれないですね。また私たちの心の中でも神様が本当に私たちと共におられるのかなと。 またおられないのかなと、えー。不安になることがあります。しかし、背後にはですね、私たちともにおられて、て私たちをいつも助けておられ、いつも私たちに力を与えられ、知恵を与えてくださる方が、えー、神様であるということを約束しているわけですね。お腹が空いている人に魚を、えー、1匹与えると、 えー、一日暮らすすことはできますしかし、そのお腹の空いている人に、釣りをすることを教えると、一生暮らしていけるというえ言葉があります。神様もそれを求めているんですね。私たちはいつも自分の目の前にある問題だけを解決してくださいというわけですけれども、そのようなえことを 求めるのではなく私たちはいつも永遠にですね神様のその救いに感謝して自ら神様の前に祈りながら自分の前にある問題に立ち向かってまたそれを解決して勝利することを求めておられるということです2021年度コロナのこのウイルスが多く、えー 問題になりました。そのような中で神様はおられるのかと、なぜ神様はこのような時に助けてくださりないのかという人がいます。しかしその、えー、答えはですねパン、このパンデミックの中にも神様は私たちともにおられるということを私たちはしっかりと覚えなければいけません。えー、これは実話なんですけれども、 このようなことがありました。第二次世界大戦の終わる1年前にですね、イギリスもこの核爆弾を作ったといいます。そしてそれを秘密でですね、秘密事項として、その核を持ち運ぶわけですけれども、普通のですね船でその核の爆弾を運んだそうです。しかし、 その船のですね周辺に6個の潜水艦が護衛していたそうです。その船をですね、一般の船を護衛している潜水艦が6隻、そして飛行機もその船を護衛していたというわけですね。ししかし その船に乗っていた、船長には何も言いませんでした。ただ、行けと。そして、敵が来ても、前進しろと。ただ、それだけ、伝えたわけですそれで船長が今、船を行わせたわけですけれども、ある時に、敵が来たわけですね。敵が。その時にですね、敵に向かってただ前進しろと。 いうわけです船長はその無線を聞いてですね、びっくりするわけです。部下にですね、武装して最悪のために最悪のことを予想して準備していなさいと言ったわけですけれども、1時間後にですね、敵に出会ったときに潜水艦6隻がですね、登ってきてその船を護衛しているということを見せたわけです。それで そここを通過すすることでできたそうですそうして船長が、船長がですね、司令官に来て言うわけです。なぜあらかじめ教えてくれなかったんですかと。護衛していることを、なぜ言ってくれなかったのですかと。死ぬかと思って、もう大変だったんですと言うんですね。しかし、これは軍事の機密であり、あなたに伝えることもできなかったと。語れば、話せば、敵が悟るかもしれないし、 機密が漏れるとしかし私たちはいつもあなたの船を見,見,て見ていたと、護衛していたというんですね。神様も同じような存在なわけです。いつも神様私たちを守ってくださり、護衛してくださり、私たちを 見つめててくださっていいるる方でであるととうことです船長に語られたように、私たちも、えー、ただ恐れることなく前進しなさいと前に進、前に向かって進みなさいという御言葉が私たちに与えられる御言葉です。私たちは人間的に見ると不安であります。緊張して、えー、恐れが ありますけれども、しかし神様が私たちが感じることができてもできなくても、私たちの目に神様が見えても見えなくてもですね、いつも私たちの背後で守ってくださっているということを悟らなければいけません、信じなければいけません。そういう信仰を持って私たちは2021年新しい出発を前進して、歩まなければいけないということを、決して私たちを離れる方ではありません。 私たちを人間は離れることがありますよね。例えば、えー、お店がよくうまくいかなかったりとか、教会の中で人間関係に問題があったりとか、いろんなことを通して、教会を離れること、神様を離れることがあります。不平不満を言うことがあります。しかしいくら私たちが不平不満を言って、神様に背を向けたとしてもですね、神様は決して私たちを離れることがありません ですから私たちが神様を信じることができるわけですよね。イザヤ41章中節を見ても、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持って、あなたを支えると記録されています。またイエス様も天に昇られと時に、また 28章20節を見ると、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると語られました。ですから、私たちはこの御言葉をしっかりと信じて、その約束を信じなければいけません。私たちの感情や私たちの感覚を持って神様を信じてはいけないわけです。約束を信じなければいけません。大きな2番目に世に打ち勝つの 力は信仰です世に打ち勝つ力は信仰です,仰です約束を信じる信徒を通して神様は働かれていかれるわけですね第一テサロニケ2章13節を見てもこの御言葉は信じる者を通して働くと語っています信じるあなた方のうちに働いてくれると 語っていますよね第一ヨハネ5章4節を見ても、えー、神様から出たもの神から生まれたものは世に勝つからであると私たちの信仰こそ世にかためた勝利の力であると語っています第一ヨハネ5章4節ですしかし私たちは何を信じるべきでしょうか世の中にいる全ての人は信じています 何かを信じるわけです。しかし、何を信じるかによって違うわけですよね。信徒と違法人の差,差というものは、信じない人との差というものは、何かというと、自分自身を信じるかどうかということです。クリスチャンは神様を信じます。神様の約束を信じます。しかし、 世の中の人は自分自身を信じるわけです。えー、小さい時に子どもの時に自転車を習いますよね。最初、自転車を習う時に後ろでお父さんやお母さんが手,を手で掴んでくださるわけですよね。そして、前に進むわけですけれども、自転車よく乗れるとお父さん、お母さんは手を離すわけです。しかし、子どもは前に向かって進んでいきますよね。 しかし何かおかしいなと思ったら後ろを振り返るわけです。その時に転びますよね。そのように私たちの信仰生活も同じなわけです。神様は私たちをしっかりと掴んでくださります。そして自分自身でできる時には手を離されるわけです。しかし私たちはどうですか疑う時に本当につか本当に掴んでくださっているのかと確認したくなる時にえ転ぶようになるわけですよね。 私たちの人生の中で、そのような疑いや不安,不安があるときはいつでしょうかいつ、えー、後ろを振り向こうとするでしょうかそれは多分、私たちが罪を犯したり、信仰生活をしっかりとできていなかったり、また何か、えー、足りないと。 そうやって感じるときにそうなると思います。自分が不安だから神様が私と共におられるのかなと、まだ神様はしっかりと私たちをつかんでくださっているのかなと、疑いが出てくるわけですよね。そういうときに転んでしまうわけです。そういうときにです、ね、つまずくことがあります。しかし私たちは、 自分自身の考えや自分自身の感じ、また信仰生活をしっかりとしているのかど,うかどうなのかと罪を犯しているのかどうなのかということで信じるのではなく契約に真実な神様を信じなければいけないということです。3番目に勝利をくださる神様は 約束に真実な方であります。イザヤ55章10節から11節を見るとこう書いていますね。神様は私の口から出る言葉もむなしく私に帰らない。私の喜ぶところをなし、私が命じを送ったことを果たすと語っています。神様の御言葉というもの、約束というものは一回口から出された言葉は必ず実りを結ぶということです。決して 果たされないことはありません。私たちダビデに与えられたこのダビデの約束をしっかりと考えてみてください。この約束を信じれば、これも私たちの約束になります。私たちにくださった言葉、見言葉となるわけですよね。しかし多くの人は、私はダビデのように信じれないんです」と、「私はダビデのような偉大な人ではありません」という人がいます。ダビデのように暮らすことはできるだろうかと、そうやって考える人が多くいますよね。 では、ダビデは本当に信仰が最高の人だったんですかダビデがどんな人だったんですか今日の本部を見てもダビデを通して、えー、この約束をなされていくことを、えー、語っておられるわけですけれども全ての争いで勝利を与えられたように 語っているわけですけれども、この戦争というものは、ダビデが王になってから数十年間争ってきた、その勝利を要約して記録しているわけですね。1年、2年で勝利したのではなく、ダビデが王になってから勝利してきたことを要約して書いているわけです。しかし、この中で、 アンモンとの争いについて私たちは見なければいけません。サムエル家八章十二節を見ると、エドム、 モアブ、アンモンの人々、ペリシテ人、アマレクから得たものおよびゾバの王レハ、レホブの子、ハダデゼルから得た分取り者と共にこれを捧げたと語っていますよね。このような人たちと共に人々と争って勝利したと語っています。エドム、モアブ、アンモン、ペリシテ、アマレク、ゾバ書いていますけれども、このサムエルゲ8章では、要約して短く書いていますけれども、 サムエル家10章を見ると、このアンモンとの勝利について、争いについて、具体的に記録しています。サムエル10章、8節を見ると、アンモンの人々は出て、門の入り口に戦いをの備えをしたと。ソバ,のソバとレホブとスリア人、およびトブとマーカの人々は別に野にいたと語っています。アンモンを助けるために ゾバやエ,ホやエホブやスリア人、多くの人々が出てきたわけです。よねですから、6対1で争うわけです。このアンモンとの争いがですね長く続いたわけですけれども、これがサムエルゲ11章まで続きます。サムエルゲ11章1節を見ると、春になって、え、ー 春になってということは1年過ぎるわけですね。新年になって、冬には争わないわけですけれども、春になってですね、私たちが戦いに出るに及んで、ダビデは弱ぶおよび自分と共にいる家来たち並びにイスラエルの全軍を使わした。彼らはアンモンの人々を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていたと語っていますね。 今、アンモンとの争いがずっと続いているわけです。そして、ここを見ると、アンモン人を滅ぼして、レバーを囲したと語っています。サムエルゲ12章26六節を見ると、アンモンの人々のラバーを攻めて、王の町を取ったと語っています。ここを見ると、王の町と語っています。このラバーというのは、 王の町王が暮らす街だったわけですね。ですから、アンモンの人々にあを滅ぼして、このラバまで、王のいるところまで包囲したわけです。戦争がもう終わりに近づいているわけですね。もうチェスとかをまた将棋をしてみると、 えー、王をです、ね、包囲すればそれで終わりですよね、えー。ラバがそういうところだったわけです。サムエル11章1節を見ると、最後の部分がおかしいわけです。サムエル家11章1節を見ると、ダビデはエルサレムにとどまっていたと語っています。戦争をしているとき、ね、になぜダビデはエルサレムにとどまっていたんですかエルサレムにとどまって何をしていたでしょうか このサムエルゲ11章の内容はダビデとパテシバの会員の内容が記録されています。アンモンと戦争している時にダビデはエルサレムで、えー、会員をしていたわけですね。しかし、皆さん、ダビデが会をの罪を犯している時に神様は何をしていたんですか その時にも約束に真実な方として約束を守ってくださっていました暗門で勝利をくださったわけです罪を犯している時にも神様はダビデに勝利をくださったんですね他人の女と寝ている時にダビデが罪を犯している時にです、ね、神様は勝利を与えてくださったわけです そしてその女が妊娠していることをしてですね、隠そうとしました。しかしそのウリアは家に帰ろうとしません。戦争で戦っているのにどうやって家に帰って寝ることができましょうかと言いながら妻のもとに行かなかったわけです。それで旅では このウリアという男をですね、戦争の最前線に送って殺したわけです。ダビデしか知らないわけですね。ただ、ダビでの以外の人は他の人は、ウリアという人が戦争で死んだというわけですけれども、ダビデは知っていたわけですよね。このような犯罪を犯して、そしてその罪を隠すために、 ウリアを最前線に送って殺したわけですそういう罪を犯す中でも神様はダビデに与えられたこの契約約束を守るために、御言葉を守るために勝利を与えてくださっていたわけです。この契約を守られたわけですね。人間の考えでは理解することができない内容であります。罪を犯して いるこのような人のために神様はなぜ祝福するのかと、なぜ勝利を与えるのかと人間は考えるでしょう。しかし神様は約束に真実な方、契約に真実な方であるということです。私たちが教会に来る前にイエス様を信じる前にですね、その罪の中で暮らすときに神様は、えー、誰が選ばれるのか、誰が教会に来てイエスをしっかりと信じて、 教会で救いを得るものなのかをあらかじめ選んでですね、そして約束を与えられていました。そして教会に来て、悟ってからは、どうですか私たち人間ですから罪を犯すこともあります。しかしそういう時も神様は私たちのそばから離れることなく契約を守られたわけです。 私たちが罪を犯したり、神様を離れたとしても、神様はその約束を守るために、私たちのそばから離れずに、私たちを守ってくださっているわけです。どれほど感謝でしょうかローマ書、5章8節を見ても、私たちが罪人であるときに、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたと語っています。また私たちが罪人であったとき、 イエス・キリストが私たちのためにその愛を示されたわけです。それは神様が約束されたから、なんですね約束されたから。私があなた方を責任を持って守ると、救うと、約束されたその旧約の約束のために私たちを愛してくださったわけです。罪を犯すからといってその約束を破られる方ではありません。罪を犯すにせよ、犯さないにせよ、 責任を持ってその約束を果たされるわけです。それが神様です。神様は契約に真実な方、私たちが信じようとも、また信じれなくてもですね、その瞬間ごと、どのようなえ自分の信仰の状態にえ対して祝福をくださるのではないわけです。神様は祝福をくださったりくださらなかったりするわけではないわけです。神様が約束されたら必ずその 約束を守られる方が神様だとということですもちろん私たちが罪を犯せばですね、その罪の値は払わなければいけません。パテシバが産んだ最初の子供は死にましたよね、そして悔い改めえて涙を流しました。その罪に対する保証はしなければいけません。 罪の代価を払わなければいけませんけれども、永遠なるその罪の代価を払う必要がないわけです。私たちを救われたわけです。タビルの時もそうだったんですよね。これもタビルの契約の約束です。サメルは 7, サメル7章14節にタビルの子孫には、えー、父となって、神様が父となって、えー 鞭ち打つことはあっても永遠に滅ぼすことはないと、最後まで守ってくださると約束されていました。ですから私たちは自分自身を信じるのではなく、自分自身の考えではなく、感情ではなく、ただ神様の契約を信じなければいけません。2021年度、勝利を下さるという、この 21年2021年新年に私たちに与えられた約束がこの御言葉であります。必ず勝利を与えてくださる。これを信じてください。神様はダビデに向かって、その家と国を固く保たれると約束されました。その家と国、それはイエス・キリストが建てられて、イエス・キリストを信じる信徒を通して、 その国を築いていくわけです。ならば、私たちも同じように、永遠に守ってくださり、永遠に立ててくださる国であります。神様が保護して、責任を持って神の御国に導いてくださる約束であります。が過ちを犯すとですね、両親は子供を愛するがために、鞭を打つわけですよね。神様も同じなんです。 それは私たちを愛するためであるということです。だからといって私たちをむち打ち殺されるような方ではないわけですよね。永遠に責任を持って守られるわけです。今日もこの御言葉を信じてください。どこに行くにしても何にするにしても、どのような状況の中でも、その瞬間瞬間、私たちの信仰がどうあろうと関係なく神様は私たちに対して、 2021年度、勝利を与えてくださると約束されました。いつも勝利をくださるという約束を今日くださいました。この御言葉をしっかりと信じて歩むときに必ず勝利し、またすべての敵を神様が打ち砕いてくださり、万事が益となる信念となることを忍びのもって祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。2020年度、 もう過ぎ越し2021年新しい年を私たちに与えてくださったことを感謝いたします私たちに8760時間を与えてくださいましたこれから信仰を持ってしっかりと歩む信徒となっていくことができるよう導いてください私たち自身を信じるのではなくまた私たちの考えを信じるのではなく神様の契約の御言葉を信じて 歩むことができるよう導いいてくださいダビデに約束されたすべての約束が私たちにも必ず与えられますようにまた今日も与えられた御言葉のようにいつも神様が共におられてどこに行くにしても何をするにせよどのような状況の中でもいつも勝利をくださる祝福だけが私たちに与えられるよう導いてください この救済主の御言葉を受けたすべての信徒を責任を持ってくださり、最後までしっかりとつかみ、私たちを追ってください天の御国へ入ることができるよう祝福してくださいまた私たちが間違うとき、過ちを犯すときも、打ってくださって、 もっと神様の御心にかなう愛みをなすことはできるよう祝福してください。また、あらゆる望みや祈りの課題が今多くあります。しかし、すべて神様が聞かれ、また答えてくださることを信じます。私たちの子供たち、また家族も同じ祝福を与えてくださり、神様が私たちの父となってくださって導いてください責任を持って守られることはできるよう祝福してください。2021年度、 ニューヨーク・エヴァグリーン・チャーチが勝利を得てリバイバルを起こされますように導いてください。また、信徒一人一人のすべての計画が神様がなしてくださる祝福が与えられるように導いてください。すべてを神様の御手に委ねてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン